大仏ですね。今日はですね、家庭用脱毛器を皆様に紹介したいと思います。そう、提供してもらったんですよ。初めての案件動画でございます。これ名前がドクターエルメスゼロって言って脱毛器なんですよね。で、実際これをいただいて、私もまだ3回ぐらいしか使ってないんですけど、私は顔をやってるわけなんですよね。で、ちょっと毛が薄くなってきたなーぐらいで、まだ完全に毛がなくなったりとかはまだないですね。はいということで、皆様により脱毛器をね、分かりやすく説明するために、脱毛の効果かを分かりやすく説明するために、足とか腕とかを使って説明したいんですけど、私そもそもそんなにめちゃめちゃ濃いわけじゃないんですよ。やっぱりでも濃い方が効果とか分かりやすかったりするやんか。だから今日はですね、スペシャルゲストお呼びいたしました。大仏さんに来ていただきました。今日はこんな感じで出演していただきます。よろしくお願いします。めちゃくちゃ息しづらいこれよろしくお願いします。私の2位に入れるなんてマジで奇跡やと思えってことでね、今日はやっていきたいと思います。今日は脱毛器の紹介をするんですけど、ちょっと彼の毛を使って3ヶ月間ちょっと試してみて、効果をね、皆様に紹介したいと思います。ってことでやるよで、実際にこのドクターエルメスを買った時についてくるのが、まずサングラス、アダプター、体も顔もできるんですよ。で、この本体がついてきます。これだけ、もう夏にはヌルピカボディ何実際にね、彼の毛を見せたいと思います。さあ、足を見せろ。恥ずかしい気持ち悪いですね。毛はこんな感じで、スタンダードの方だと思う。別に濃くもないけど薄くもないみたいなあー、なるほどな、うん、よっけーよっけこんな感じの毛がどれぐらい綺麗になるのかお楽しみに。まず全部剃らないといけません。なので今剃ってくる。剃った？ここもマジ剃りたいもん。早来て早帰ってぶっ殺してやるからな。マリンダマリンダ最初に言ったらよしよし。はい、ということで足を剃ってきていただきました。え、これ超綺麗だよ。それがこれゴキブリ通常時。こっちめっちゃ綺麗じゃない？甘栗みたい確か女の子の足みたい。まあ、これめっちゃ簡単なんよ。逆に毎日やっちゃダメなの？やっちゃダメ。それはなんで？荒れちゃう。あー、なるほど。じゃあ脱毛しようってなったら、まず剃ります。で、アタッチメント体にするときはボディのアタッチメントをつけます。顔にするときはフェイスのアタッチメントをつけます。アタッチメントを装着したら電源をつけます。これを2秒したら緑に変わります。こいだらもう脱毛がねできる状態なんですよ。さあ、足を出すんじゃ。で、やるときは絶対にこのサングラスをつけてください。いい、つけるで。なんで俺の部分はないの？大丈夫やチャロンチャンチャロンチャロンチャンチャ。さあ、やりまーす。やりますよ。これ痛くないよね？痛くないよ。待って、なにむぐ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 怖いの？震えんといてできない。やるならやって。これ平行にちゃんとなっとかないと、これ押せるよって。足全体にちょっとずらしながらカメラ越しの私やばいんやけど。この絵面やばいよ。ちょっとずつ位置をずらしながらやっていきます。一回いたところをやらないように、こうずらしながらやっていく。まだサングラスつける？これサングラス意味あるの？あるよ顔顔待って、顔歪み歪んで、こういいねでもね、最後終盤。本当に何打って、打って、打って、ほんまにごめんな。打って、ほくろ見えんかったサングラスでちょっと OK。 で、全体的にやったら、これはもう切ります。切って、お持ちのボディクリーム、まあ何でもいいです。何でもいいからクリームで保湿してあげてください。
週に1から3回やって絶対2日間は開けるようにとのことです。ほくろとかには気をつけてくださいね。ほくろにはこれをね3ヶ月間その大仏さんにやっていただいてその差をみんなで見届けましょう。普通に脱毛とか行ったらなんぼすると思う？5万ぐらい。は？知らん。待って、サングラスで開いてんけど、やばないこれ。これやばないこれ。脱毛サロンでやった場合18万もするの？医療クリニックとかですると40万。そう、40万もするんですよ、うん、これいくらやと思いますか？それこそ5万ぐらいじゃん。お前高めに言えや。5万。当たったの？5万。あ、本当に？そう、5万でするんですよ。5万ちょっと。スーテイクメイク？いや大丈夫。そんなやらせみたいなことはしたくない。で、これ顔も体もできるから、だから時間がない人とか行くのめんどくさいって人とかはこれを1台買ってもらって脱毛をねしていっていただければなと思います。今やったら夏までまだ時間あるから間に合う。初めて案件をさせていただくやん。ね、しかも相手の会社さんも案件とか初めて依頼したらしいのよ。だから今だけ割引というかのクーポンを作っていただきました。マジでいい人やったんよね。そうそう、だからなんかさあんまり案件ってやりたくないと思ってたんやけど、すごく対応がいいし同じ兵庫県の会社ということでOK をいたしました。素晴らしい。3ヶ月後こちらの足お楽しみに。ということで今日の動画はここまで。ありがとう大仏さん、バイバーイ。ありがとうございました。ごめんな、片足だけ天寿観音。わっ、いやでもこれ3ヶ月すんのマジ、いやでも本当に正直めちゃくちゃめんどくさい。やるや。やります。